損保。こんにちは。防災ジャパンダ動画コンテンツ、防災ジャパンダと一緒におうちチャレンジの時間です。私は損保ジャパンの防災ジャパンダプロジェクトに企画協力しています NPO 法人プラスアーツ理事長の永田博一です。全国で開催されているイベント防災ジャパンダプロジェクトで実施している体験プログラムやゲームなどを動画コンテンツにしてみましたので、ぜひ皆さんご家庭で楽しみながら防災の知識や技を学んでいただきたいと思います。防災ジャパンダと一緒におうちチャレンジ、今回皆さんにご提供するのは体験編、身の回りのもので応急手当です。身の回りのものでどうして応急手当をしなきゃいけないのか、地震とかですね、特に大きな地震の時には、本当にたくさんの怪我人が発生します。で、町を歩いていても今は、想像できないと思いますけども、本当に傷口から血を流されている方とか骨折をされて動けなくなっている方結構たくさん出るんですね。で、そういう時に病院で診てもらえればいいじゃないかということになりますが、病院はもう重症患者を見るってことに集中してますので、見てもらえないんですよね。ですから、今日ご紹介する止血と骨折の手当っていうのはもう自分ができるようになって、家族周りにいる人を助けられるようにしておくってことがもう重要になります。ということで今日は災害時を想定してすぐに手に入るもの、身の回りにありそうなものを使って、今の2つの応急手当の方法をご紹介したいと思います。まず1つ目が新聞紙です。朝刊1日分ぐらい用意してください。続きまして大判ハンカチ、今日2枚用意してますが、大判というのはどれぐらいのサイズかと言いますと、これですね、50センチ角以上のものをご準備いただきたいと思います。それから次がですね、ポリ袋、これはもう小さいサイズでも大丈夫です。2つご準備ください。そして次にレジ袋、これはちょっと多めに買い物した時にね、スーパーなんかでもらえる大きめのレジ袋を用意していただきたいと思います。で、最近レジ袋が有償化されてまして、なかなか手に入らないという方もおられると思うんですが、以前いただいているものというか家にあると思うんですよね。ですから大きいサイズのものを捨てずにストックしていただいて、必ずもう置いといていただく。それからできたら川の中なんかにも入れといていただくといいかなと思います。そして最後が、ネクタイです。これをネクタイも今日2つご準備してますね。お願いします。という今ご紹介したものっていうのは、例えば街を歩いていても本当に会社員の方がいたり、すれば例えばネクタイがあったりとかで、朝読んでた新聞がカバンに入っているとか、比較的街の中でも調達しやすいものを選んでおりますので、それらのものを使って今から止血と骨折の手当やってみたいと思います。ではここでアシスタントに登場していただきます。NPO 人プラスアーツのスタッフの安田さんです。安田さん、お願いします。こんにちは。はい、ではまず止血の方から行いたいと思います。この辺りですね、が怪我をして切り傷で血がドバッと流れているというところからいきたいと思いますが、もう今奨励されているものですね、例えば消防さん、赤十字さん、直接圧迫止血法といいまして、こういうふうに直接布を当ててギュッと圧迫するんですが、慌てているとですね、こうやってすぐにこう直接触ってですねやってしまうんです。これ非常に良くないですよね。この怪我人がどういう持病を持っているか分かりませんよね。ですから感染症にかからないように、感染しないように、必ず手を先ほどご紹介したポリ袋で覆っていただいて圧迫していただきます。で、もう一つ重要なのは心臓よりも高い位置に上げてください。そうすると血の流れが、悪くなるというか流れにくくなって血が止まりやすくなります。これで止血の時間が大幅に変わりますので、ご注意いただきたいと思います。でですね、どうしてもこれ止血の時間なんですけども、動脈が切れて赤い鮮血が出ている場合だと10分以上かかりますし、普通に静脈が切れてどす黒い赤黒い血が出ていても、これもね5分10分やっぱかかるんですよね。ですから5分以上こうしているのかなり厳しいですよね。ですから手当てをするときにはこの怪我人の方に座っていただく、そして
処置をしている人は無理のない姿勢になるようにして止血をしていただきたいと思います。あと絶対にやらないでいただきたいのは、だんだんこう血がにじんできますけれども、そうするとみんな不安になってこう見ちゃうんですね、傷口が どういう状況かな。これをやりますと、またせっかく塞がってきてた傷口がパッと開いて血がドバッと出てきちゃいますので、絶対に傷口は見ない。じゃあどうするのか、どんどんにじんできてベタベタになってきますから、さらに上から上から布を当てていってください。こういう感じですね。でもうそうこうしているうちに5分以上経ちますと、このにじみがどこかで止まりますの で、その状態がまあ止血完了のサインですので、止血が完了したら、このままちょっと何かでこう本当は包帯が欲しいんですけど、包帯なんかすぐやっぱり手に入りませんので、先ほどご紹介したこのネクタイなんかを使ってこうですね、こういう形で、していただくんですけど、絶対にこの傷口の上に結び目が来ないようにしてくださいね。ここでギュッと結んじゃうと、せっかく塞がってた、傷口がまた開いちゃう可能性がありますので、傷口の以外のところといいますか、まあ、できたらまあ反対側ぐらいがいいんですけども、そういうところに持っていってこうですね、でこう裏側に持っていってますよね。裏側の方でこう、あとはね、団子結びで大丈夫です。しっかりと結んでください。大丈夫ですか。痛くないレベルでしっかりと結んでいただくといいと思います。はい、これで完了ですね。これが止血の方法でした。はい、じゃあ続きまして、身の回りのもので骨折の手当、応急処置ですね、をしたいと思います。皆さん見やすいように手の骨折の処置をしたいと思うんですが、この辺りで折れていてブラムラになっているという状況ですね。で、必ずこう添え木をしないといけないんですけども、添え木っていう言葉に惑わされないでくださいね。こんないいサイズの木が落ちてませんので、何かで代用することになります。で、先ほどご紹介しなかったんですけど、例えば折りたたみ傘、ちょうどいいサイズですよね。当てていただいたり、あとラップのロングサイズのものの芯ですね。こんなんでもできますね。そして、ちょっと大きめの雑誌なんかがあれば、もう逆にくるっとくるんでしまって、で両サイドを縛るっていうこともできますね。で、今日は身の回りのもので比較的手に入りやすいものということで新聞を使いたいと思いますが、このままだとふにゃふにゃで、もちろん添え木にはなりません。半分に折ってください。まだダメですね。もう一個折ってください。そうすると棒状になりますね。これを、折れてる手の外側にしっかりと当てていただきます。で、どうしても両手使ってこれから縛っていきますので、誰かに手伝ってもらうか、怪我人に意識があれば片方の空いた手をこう添えてもらうということになります。押さえておいてください。で、まず両端縛るわけですけども、一箇所目はですね、このハンカチを使いたいと思いますが、さっきのオーバーハンカチですと紐状になります。こういうふうに対角に折った後、くる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 とこういうふうに丸めていただくと、はい、紐状になりました。で、これで、こういう形で、これもですね、傷折れてる反対というか、こっちですね、こう上に来ないような位置でしっかりと縛っていただきます。これももう団子結びで大丈夫ですね。はい、で、もう一箇所こっち側ですけども、せっかくなんで違う方法ですね、違うものも使ってみたいと思います。これネクタイですね。で、ネクタイの使い方をちょっとお見せするのに少し、そうですね、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい。じゃあまずネクタイ長いですので、これぐるぐるぐるっと巻いていってもいいんですけど、結構扱いにくいんですよね。ですから、これ消防の方に教えていただいたんですけども、半分にこう折っていただいて、輪っかがこうなってますよね。で、この両端を持っている状態ですけども、このまま向こうに輪っかをタラーンと垂らしてください。向こう側に輪っか来てますよね。で、この左手で持っているネクタイの両端をこの輪っかに通します。そしてキュッ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 とこう締めて締まるんですよね。で、締まったらこのネクタイの端の両方をこう分けていただいて、で、こういう感じで、こういう感じですね。ここからくるくる巻いていっていただいて、そしてこれで縛っていただくということになります。いいですかね。はい。で、あとはもう腕が固定手が固定できましたので、
今度は三角筋でよくこう、ね、骨折している人っていうのは釣ってると思いますけども、まあ、こういう形で釣りたいわけですけども、三角筋もなかなか手に入りませんので、使うのが先ほど置いといてくださいねとお願いしましたレジ袋、大きめのサイズのものです。でこれ一つだけちょっと細工してください。この端のところですね、まあ、ハサミとかで切らなくてもちょっと切れ目を入れてシャーッと裂いていただければきれいに、まあ、ガタガタでも構いませんよ、裂いていただいてこういう状態にしてください。もう袋の状態じゃないんですけども、でこれをどういうふうにするかっていうと、この今裂いたところにこう手を通していただきます。こんな感じですね、分かりますか、横から見せましょうか、ここですね、はい、そして取っ手のところをこう合わせてねじって首にかけます。はい、どうでしょうか、ね、三角筋で釣ってるような形になりますよね。でこれがねちょっとコンビニの袋とかでちっちゃいとこんな風になっちゃいますので、なるべく大きいサイズのものを準備いただきたいと思います。であとはですね、どうしてもこの首のところ、レジ袋ってやっぱり素材がこうね、ポリですから、こう食い込んで痛くなりますので、ここによく愛情を挟むという言い方もしてるんですが、オーバーハンカチとかタオルとか何でもいいです、布系のものを当てていただくことでだいぶここが痛くなくなるというか楽になります。はい、それからブラブラしない固定したいんで、体に固定するわけですけども、この時に長い紐が必要になります。これネクタイがちょうどいいんですけども、もしネクタイが手に入らない場合は、さっきの大きめの、ハンカチを紐状に2つしていただいて、本結びで連結して、まあ、長い紐状にしていただくという手もありますので、一応お伝えしておきます。じゃあ右手を上げていただいて、でこういう感じですね、ちょうど真ん中あたりになるようにして、はい、で後ろ向いてください。こういう状況になってますよね。でこれであとはもう、ここは蝶々結びでもいいと思います。こういう状況でしょうか。はい、こういう形で、固定をしていただく、前から見ましょうか。これで完成です。はい、もうほとんど身の回りのものしか使っていませんので、これぐらいのことはもう誰でもができるということがとても大切な防災対策になりますので、ぜひ皆さんマスターしていただきたいんですけど、もしご家庭でやってみようという場合には、地震いつも .com というホームページプラスアーズが提供しているんですけども、その中に、地震いつもキットというコーナーがありまして、そこに、応急手当ということで、今ご紹介した2つの、応急手当のやり方がイラスト付きで紹介されてますので、ダウンロードもできます、プリントアウトもできますので、ぜひそれを見ながら、ご家庭で家族同士で1回やってみていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。